この動画ではふるさと納税の仕組みとお得な方法について解説します。手続きをすれば実質2000円の負担で所得税の還付や住民税の控除を受けられる上に返礼品までもらえるのでとても嬉しい制度です。気になっているけどまだふるさと納税をやったことがない人はこの動画を参考にぜひ始めてみてください。こちらの3つのポイントで紹介していきますので早速見ていきましょう。ふるさと納税の仕組み。ふるさと納税は人口減で税収が減っている地域と人口が集中している都市部との地域間格差を解消する目的で作られました。ふるさと納税をした場合、翌年の住民税や所得税からその納税金額分が控除され、納税額の最大 30% の返礼品がもらえます。例えば自分が選んだ自治体に10万円の納税をした人はふるさと納税で最大3万円相当の返礼品がもらえます。ふるさと納税をしない人と同じ納税額にもかかわらず、結果として2000円の負担以外は寄付した分だけ翌年の税金が減り、さらに地方の返礼品がもらえるというお得な仕組みです。ふるさと納税の寄付上限額の調べ方。ふるさと納税による税金の控除や還付には上限があり、年間上限額を超えた寄付については控除や還付の対象とはならないため、自分がどの程度の金額までなら還付されるのかをあらかじめ知っておく必要があります。例えば年収400万円の独身の人で4万4000円程度、600万円の場合は8万円程度、配偶者や扶養家族がいる場合は変動します。限度額を調べるときに確認する年収は、源泉徴収票で表示されている支払い金額が年収です。ふるさと納税の手順。確定申告については寄付する自治体が年間5つまでであればワンストップ特例制度を利用できるので確定申告は必要ありません。5つの自治体までであれば何度でも寄付できます。最近ではアプリからワンストップ特例制度を申請できる自治体もあるので、より簡単に手続きできるようになっています。お得なふるさと納税のやり方。ふるさと納税をもっとお得に利用するにはポイントサイトを経由するのがおすすめです。ポイントサイトを経由するとふるさと納税サイトの特典だけではなく、経由したポイントサイトの方にもポイントが発生するため、ポイントを二重取りすることができます。ニフティが運営するポイントサイト、ニフティポイントクラブ経由で納税すると、ニフティポイントクラブのポイント、ふるさと納税サイトのポイント、返礼品が発生し、トリプルでお得に使えます。具体例で見ていきましょう。ニフティポイントクラブ経由で auPAY ふるさと納税で3万円寄付した場合、実質2000円の負担で翌年の税金還付で2万8000円戻ってきます。この寄付で得られるものは、返礼品9000円相当、ポンタポイントが300円相当、ニフティポイント600円相当が加わり、2000円を引いても8000円ぐらいお得になります。最後にまとめです。今回はふるさと納税の仕組みとお得な方法について紹介しました。税金の還付や控除を受けられるだけでなく、魅力的な返礼品ももらえるふるさと納税のお得さが伝わりましたでしょうか。さらにニフティポイントクラブ経由でふるさと納税を活用すれば、ポイントサイトに加えてポイントを二重取りすることができます。なかなか始められなかった方はぜひこの機会に利用してみてください。